1994年のロードレース世界選手権1994年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第46回大会である。1994年はホンダのミック・デューハンがグランプリを設計し始めた最初の年である。長年のパートナーであったロスマンズがホンダを離れてフォーミュラ1のウィリアムズルノーと組んだため、 メインスポンサーがいないという苦境にあったホンダワークスであったが、ドゥーハンは年間9勝という圧倒的な強さでチャンピオンに輝いた。これは1972年にジャコモ・アゴスチーニが残した年間十一勝に次ぐ 500cc クラス歴代2位の記録である。前年のチャンピオンであるケビン・シュワンツはシーズン前の自転車でのクラッシュにより、6レースもの間腕にギプスを したまま戦うことを余儀なくされた。また、前年のクラッシュで引退したレーニーに代わって、ヤマハのエースとなったアルカ・カダローラは、2勝を挙げるに、とどまった。アプリリアは 250ccv ツインエンジンの、排気量を 380cc に拡大したマシンで、その軽量差を武器に 500cc クラスへの参戦を、開始した。250cc クラスでは、アプリリアのマックスビアジが、 ロリスカッピロッシと岡田忠幸との激しい戦いを制してチャンピオンとなった。また、125cc クラスでも坂田和人がアプリリアでタイトルを獲得した。坂田はヨーロッパのメーカーのマシンで戦う最初の日本人でもあった。ありがとうございます。